腹減ったのでここのハージーというパン屋でちょっとお昼ご飯、朝ご飯食べたいと思います。何を食べましょうかね。だからこれは普通の美味しそうなパンで、ここはケーキとか他の甘いものとか、甘いものとか甘いものとか甘いものとか甘いものしかねえじゃんすごいね。あ、でもこれ美味しそう。あとは普通のドーナツもあるね、カラフルドーナツ、子供が嬉しそうな、うん、これはこっちのドーナツだね。これはカップンといって、2月になるといつも販売される。あそこにもでかいパンあるよ。あれこれがこっちに食べるものとかだけど、うん、あれが、まあ、家に帰ってスライスして朝ごはんとして食べるもの。あ、じゃあレナの家で朝ごはん食べてる時のパンとかはああいうパンを買ってきて、そうそうそう、あんなでかいパン、スライスして自分で、で食べてんだ。これだぞ。もうできました。早い。めっちゃ良くないこれドイツの朝ごはん。このパンがプレッツェルの生地でできたパン、うん、中には、まあ、サラミがメインかな。サラミとでもトマト、キュウリ、卵、サラダとかも入ってるし、あとはなんかのクリームも入ってる。絶対に美味しいよこれ。あ、パンだ。あ、寝ぼけてるんだねまださっき起きたばっかりだから寝ぼけてるんだね。違う、今日何時に起きたの教えて。10時半。はい、寝ぼけてるんだねまだ寝ぼけてますね。これ本当にドイツの味で日本にはない。特にプレッツェルがこれほど美味しく作れるのがなかなかない、うん、本当に難しいらしいよ、プレッツェルの生地をうまく作るのが。焼くのが、うん、そう。これ美味しそう。いただきます。日本のコンビニに売ってるサンドイッチあるでしょ、うん、前にはいつもめちゃめちゃ分厚くなんかいろいろ入ってるに見えるでしょ。開けたら前しかないって感じですよね。どうかな、詐欺ですからねどうかな、どうかな。まあでもここは4分の1ぐらいは入ってないかな。何、日本のサンドイッチに文句言ってんの文句言ってますよ見た目は綺麗だけどそう、うん、ホットチョコレートも日本と全然違う嘘つ、ついてるこれ全然一緒全く一緒のチョコレート。違うでしょ。日本の多くのチョコレートがあの牛乳じゃなくて水でできてるやつでしょ。いや分かんないけどほとんど一緒だよ、日本のホットチョコレートと。いや美味しいよこれ気持ちの問題だよ絶対に一緒だよちゃんとチョコの感じはあって、あでもチョコはね味が濃いかもしれないね、うん、そう。てか日本のねホットチョコレートより甘さがね倍ぐらいあると思う。なんか基本どれもそうだと思うけどあるかも甘いそれ私の口に合うから美味しく感じるかな、うん、いタカのパンも食べてみます。これも美味しそうだよ。ここは、まあ、目玉焼き、目玉焼きとあとはハム的なやつ、トマトサラダで、パンがまた種類違うねこれね。あ、これはもう白パン。これもね硬いんだよこれ。ほら硬くないよ。聞こえるこのコン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 って音。はいはいはい。ドイツのパンは基本全部硬いから。うん、あ、卵が半熟。うん、おい、美味しいところ全部食べるな。俺のパンだよ。うん、今噛んだ瞬間が黄身がとろーんってきて。じゃあ全部食べます。No おい、そこ食べたらもう黄身がなくなるからやめてパンの硬さとかどう、うん、カチカチ。いやカチカチじゃないよ。ドイツのパンは基本的に全くカチカチじゃなくて、いやいやいや、外はカリカリ嘘ついてるよ。中がふわふわ。カチカチだよ。外はカリカリじゃなくてカチカチ、うんうん、顎ほんと疲れるもんねパン食べてると。ドイツのパン、うん、はい、おい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 、返せ返せ見てください、うん、これ、うん、美味しそう。本当に美味しい。カプチーノを注文しましたよ。ちなみに皆さんカプチーノの美味しい食べ方知ってますか。ここに砂糖を振ってこうスプーンで泡と砂糖を一緒に、うん、うまっ、ね、これ本当にデザートになるよね。もうちょっと混ぜた方が。やめて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 ちょっと砂糖が足りないわもうちょっと砂糖入れて。いや私は一口目で全部の砂糖今食べたカプチーノ頼んだら皆さんぜひやってみてください、うん、砂糖乗っけて泡を砂糖とすくってスプーンで食べる。ドイツのコーヒーはちなみにイタリアンコーヒーなので
日本みたいに苦くない。苦いのが名古屋の特徴かな。苦い方が美味しくない、うん、大人の苦さ。まだ子供だからね、はい、甘い、ね、甘いミルクと砂糖がたくさん入ってるコーヒーしか飲まないよ。日本人は大人の人が多いから苦いものが好きだね。おお、はいはい。もう顎が疲れてきた。このなんていうのかな、顎の筋肉乳酸が溜まっていくというか、ここがちょっとさ、こうだるーくなってくる感じ。だから日本の食べ物全部柔らかすぎるよ、うん、日本人が噛むのができない。日本ってあんま硬いもんないもんね。そうだよ、漬物ぐらい。やばいよ、漬物も硬くないでしょもうジャイアンみたいになってる両手にパン持って食べるっていう。ちなみにこのパンそれぞれお値段いくらですか？ほぼ一緒で、3.8 と 3.9 ユーロ。あ、じゃあほぼ4ユーロ、うん、ってことは安くない、600円ぐらいだね。お、安くないね。バーガーを食べるとかみたいな味、味じゃない値段だね、値段でしたまだ、ね、眠ってるね。違う、味についてしか考えてないよ美味しそうコーヒーとかも 3.2 ユーロ両方とも。あ、カプチーノもチョコレートも。だからスターバックス値段だよ、まあ、普通じゃね。 3.2 ユーロだったら日本もそうだよ、だいたい400円から500円だから。あ、喫茶店とかでコーヒー飲むとね。じゃあよかった。何を調べてますか社長？消費税を知りたくて。あ、ドイツの、うん、高いんじゃない？うん、そう、普通の消費税は 19% があるけど。 19? Yes。 日本は 10% だけど 19? 高いよね。 20% の消費税ってやばいよ、うん、でもこれが 7% しかない。なんで？俺たち外国人だから違う、関係ない。多分食事に対しては、ちょっと待って、皆さん日本人 10% で文句言ってるけど、そのうち日本も 20% になるかもしれないからね。いやでも日本はだいぶ遅いよ、上がるのが、うん、遅いね。7% は基本的な日常品、うん、あ、食べ物は日常品に入るから、うん、入る。何が 20%？ その高級品とかジュエリーとかバッグとか、うんうん、車とか、うん、そういうことは全部 19%。 でもドイツでさ、例えば車買って 20% でしょ消費税。1000万の車買ったら1200万だからね。新しい軽自動車買えちゃうからね消費税でやばいよねでもこれは 7% というのが日本より安いよね。安いね。でもすごいねドイツ、うん、日常品は 7% まで抑えてくれてるんだね。そう、まあ、でもそれの方がいいよね、うん、日常品は 7%、 例えば高級品は 20%。 でもいつも含まれているからあんまり気づかない、うん、あの書いてある値段は日本みたいに、うん、もう税込み、ね、もう税込みです、はい、なんで私の最後のプレッツェルの食べてる、こっちに置いてあったでしょ。置いてあったよ。ね、いつも覚えてる俺の置いてあるものはパクパク食べるのに自分のものパクパク食べられると怒りますよはい、あげる、はい、こんなちっちゃい形で戻ってきました。皆さん見てください。これが日本人とドイツ人の国際夫婦のバランス、パワーバランスです。皆さん国際結婚には気をつけましょううん、おいしい。ちなみにここのベーカリーすっごい広いね、奥まで。うん、今日誰もいない。奥まであるからね。多分席数でいうと40、50、50ぐらいはあるね。うん、ちなみにこのハージーはマクトラブに2つあって、もう1個はもうちょっと小さい。あ、そうなんだ、うん、マークとシュバーベンにしかないの、ハージー。うん、そうなんじゃない。じゃあデザートも食べましょうかね。日本のミスドで売ってる真っ白のさ、ふわふわの中にカスタードクリームが入ってるやつ似てるね、見た目は。そうだね、名前が分かんないけど、まあ、一応ドーナツだけど、うん、ドイツ語でこの地域でクラプフンと言います。で、なんかドーナツみたいに10種類とか20種類とか売ってるベーカリーとかもあるんだけど、うん、これがその基本的な形。中にはアプリコットのジャムが入ってる。じゃあこれが王道なんだ。はい、で、食べる地域がある。だから1年中にはなくて、うん、2月はメインの地域になるので、そのちょっと前とちょっと後はある。食べる地域、食べる時期ね食べる地域はミュンヘンでは食べるけどベルリンでは食べないみたいな。あ、それもあるけど。ああ、るの。今適当に嘘ついてごまかしましたね社長。なかなか日本語上手くなってきましたね。ごまかせるようになってきたね。これここら辺にしか食べられてない。あ、じゃあ地域もあるし時期も決まるってことね。そう、
2月はファッシンがあってカーニバルみたいな感じ。あ、でこれはカーニバルに食べるものです。なるほどね。大きい口だね。まあ大きい口じゃないとジャムまでいかないよ。あ、まだジャム出てきてない。おいしいね。クラップフェン、カップフェン、カップフェン、カップフェン、クラップフェン、食べる？ない難しい。うん、クロワッサンで食べ方をお教えします。レッカー、なんか日本で絶対にやっちゃダメ。カプチーノにクロワッサンをディップして本当にあのコーヒーを吸い込んでくれるからめっちゃ美味しいよ。うん、パリパリのクロワッサンにこう、うん、中がこうジュワってスポンジみたいに吸ってね。でも糖度はまだカリカリのままだから。何何何思ったのがホットチョコレートにクロワッサン、うん、いいんじゃない。これちなみにレナさんが特別ってわけじゃなくて、ヨーロッパの人はこういう食べ方をするんだってママも言ってたから。でも日本でもやる人いるのかな。なんかおしゃれなマダムとかはこういう食べ方してんのかな。今子供みたいな食べ方って見えたでしょ。誰もしないんじゃない。なんかもうちょっとさおしゃれにさこう、そうそうそう、家でやるのはいいかもね。あ、そう、誰も外でやると周りからえって見られるかもしれないから、うん、ちなみにマクドナルド行ってもフライドポテトをマックシェイクにディップして食べるっていうのが、その例えをしない。いや、アメリカだアメリカで見たよ俺。カナダで留学してる時もそう食べてる人いたし、うん、だから日本人があんまり考えつかないような奇抜な食べ方を海外の人はやるんだけど、それ真似すると意外と美味しい。皆さん、うん、マック行った時にやってみてください。シェイクとマックポテトを頼んで。いや、これがやってください。ごちそうさまでした。美味しかったね。ちなみに合計 17.5 ユーロだった。あれ意外と安い。 17.5 ユーロだってさ、25ユーロ、え、2500円でしょ2人で。2500円ぐらい、めちゃめちゃ安くはないでしょ。でもさ2人で飲み物1杯ずつ飲んで、食べ物 2つとデザートパン2つでお腹いっぱいになる昼ご飯って考えたら、うん、2500円だったら。ドイツのパン屋はいかがでしたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でも会いましょうね。バイバーイ。